アラペコアザラシと申します。三国志14、難易度は5級、シナリオは金馬長飛翔、選択君主は総将。第11回を始めさせていただきます。前回は総飛の進行をしのぎつつ北海を陥落させ、ついに第2次陳留侵攻作戦を発動したところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。で、勝敗から出撃で、あー、雨季いるのか。雨季もったいないな。カーンの投石で、こちら陣を壊してもらいましょう。やれやれ、雨季もったいないですね。ちょっと移動輸送だな。牧羊に雨季入れよう。行こう。で、感触つけて出撃させましょう。では進めていきましょう。今のうちですね。賃料を落とすのは7500しかいないですからね。報告が。では牧羊から出撃です。戦費劣布。こちら港を押さえ、この歩を押さえ、関東を押さえてもらいましょう。出陣よ。で、この方々はこちらを落としたらここに建設陣と。やるとしよう。では進めていきましょう。総将さんはすぐにこの歩まで行けますね。うわー、加工トンと長領が来てるよ。恐ろしいメンバーだな。報告が。そしたらこの方々でちょっとここで迎え撃った方がいいな。ここに建設陣だな。承知した。で、加工トンたちが来るので、とりあえず遠心攻抑えて待機だ。で、総将たちもうちょっとこちら北に合流しましょう。いやー、恐ろしい。で、任命官職9000で十分でしょう。雨金さんつけていきましょう。で、牧羊から出撃です。雨金さん吸収で9000で、ここの部隊に合流しましょう。みんな行くぞ。では進めていきましょう。この陣邪魔ですね。で、どういうふうに動こうとしてる長領たちは。報告が。これは総将たちを落とすつもりか。そしたらここまで行きましょう。承知した。で、ここに建設陣だな。やろう。で、総将さんで、ここに中継で、ここに建設陣と。心得た。総将を狙ってるみたいなので南下しましょう。心得申した。で、この部隊はぐるっと平坦を切っていきましょう。かしこまりました。これでいいでしょう。ここよ。ここの部隊はそしたら南下して、このように行きましょう。やるわよ。これでいいだろう。で、ここで決戦ですね。では進めていきましょう。陳留周りの決戦、果たしてうまくいくかどうか。で、猛角がぶつかってしまったと。王国が。そしたら長領ここ、倉庫ここで待機、火器もここで待機。しましここに。で、核愛はここに行きましょう。いや、
うん、カクワイたちはちょっと難化だな。長領強いな新軍と。なんだ。で、雨金もここに進軍と、で、猛角はここに進軍と、これでいいでしょう。いや、猛角はしばらくここで待機だな。何用か。で、こちらただいま一旦この部隊は機動力を生かして逃げられるかわからないけど、このまま行きましょう。心得ました。それでは進めていきましょう。ただこの1万4000の部隊さえ倒せばもう怖いものはなくなりますね。これがトラオも倒せる孔子の力よ。いいですね。1800ダメージ与えた。南蛮王様の出番だぜ。いいですね。よし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 。これを、うん、そしたら雨金でこの部隊に兵站切られるのを防ぐためにここで待機しましょう。一切承知。で、あとはこの部隊たちで敵接近時攻撃で進軍しましょう。何用か。雨金はここで待機だな、うん。で、この部隊でぐるっと回り、陳竜を囲んでいくと。で、宋江は威圧するためにここで待機ですね。これで陳竜からの出撃をね、ちょっと防ぎましょう。では、長領たちとの戦い見ていきましょう。結構ね、猛角やられちゃってますけどね。よろしくお願いします。よしよしよし、国慶も仲間になった。いいんじゃないか。いいんじゃないか。よし、長領撃破。ちょっとね、吹き出しでこの魚鱗3000は最小を狙ってるみたいなので、最小のためにちょっと君主で防衛してあげましょう。分かった。で、雨季もちょっと当然こちら攻撃仕掛けましょう。で、最初は足止めのためにここで待機ですね。うん、これでいいでしょう。で、あとは囲おうとも囲んじゃえばいいですね。さーて、それでは陳竜周りの戦い見ていきましょう。巨匠とかから援軍は出てこないですね。なので今寄せてる軍を倒せば勝てますね。いいですね。これで混乱が入るはずだ。よし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 、撃破はされたが、いいですね。囲おうとも囲んでますね。使者が到着しました。絶対拒否です。そっか、王の名声持ちだから優先的に仲間にしていきたいですね。これを容赦するな。で、包囲占領まであと少しですね。で、決済イベント、戦費とのさらなる有効。いいですね。これで3000増加と。で、それはいいんだけど、いつの間にか勝敗が攻められてるというね。この周りで強い方っていうと各将さんか。北海から移動輸送出しとくの忘れてたな。3万ほど出して、ちょっと今さら輸送させてもな。移動させるか。で、学信さん、序章ももったいないよな。学信と序章ちょっと輸送させよう。有効。で、可否から出撃です。東証。
1万ほどもう持ってっちゃおう。兵力はかなりありますからね。で、当初は猪突持ちなので、このように兵端を切っていきましょう。戦だな。ハンリンに水耕持ちいるよね。ガクチンさんか。いや、ここは行かせよう。3000でいい。とりあえず入れよう。みんな行くぞ。で、内政取り消しで、あ、文兵がいる。ハンリンさんにして、で、カヒロにしよう。心得ました。で、あと移動勝敗に、テイクさん行かせましょう。では向かうとしよう。いやー、なかなか油断もできないな。公園で各賞を出していきましょう。出陣する。さーて、それではカコートンはもう あと勝敗から出撃できる方っていうのはまああんまりいないな、大した方が。とりあえず勝敗に武士、頼りになる武士を入れないといけないですね。さーて、それではカコートンとあと定比倒せるか見ていきましょう。この人定比だよな。定比さんですね。これがトラオも倒す高主人の力よ。いいですね。お、撃破しましたね。いやー、武力の、お、よし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 、いいですね。で、カコートンも撃破で捕らえたと。まあ、カコートンは絶対仲間にならないだろうからな。こちらに。そしたら宗匠と猛角は勝敗に戻りましょう。で、それ以外の部隊は全員突撃です。分かった。承知。勝敗落とされたらたまらないからな。では勝敗周りの防衛戦見ていきましょう。陣はできたから突撃してくる可能性ありますね。なんだと、ジョナンに戻る。なんなんだ一体こいつらは。これを。そしたらこの2体は戻しましょう。この1万の部隊はちょっとずつだから突っ込んじゃいますけどね。まあどうしようもないですね。で、次のターンには包囲占領発生ですね。で、決済イベント、ウガンとのさらなる友好。よし、北兵の兵がさらに増加ですと。で、こちらまた来てますね。ただこれだったら落とせるんじゃないか。ちょっと待ってよ。そしたらば、ここでちょっと待機だ。始めるわ。で、この部隊がここまで入ってきた時に包囲占領だな。それを狙っていきましょう。なので今中旬から下旬になるので、上旬になったと同時に包囲占領、それでベストでしょう。さて、それでは長領と宗師の動き見ていきましょう。果たしてどうなる。仲間になってくれないな。よし、次のターンで行けばいいですね、包囲占領。報告が。逆に包囲占領されるマークが出てるな。ここ取られるとどうなるんだろう。命令。とりあえずここを奪いましょう。で、この要求、ここさえ抑えれば包囲占領たとえされたとしても兵端はつながりますからね。
した。おう、なんだ。わかった。で、勝敗から出撃で序書さん、魚鱗で名教止水行かせましょう。みんな行くぞ。で、あとは北海から移動輸送ですね。3万、ちょっと勝敗に輸送しましょう。行ってくるわね。で、あとは東洋ですね。さーて、それでは陳留の動き見ていきましょう。ここを抑えるとどこが本当包囲占領になるのかがよくわからないな。で、陳留が耐久値半分。で、ゼロと。いいんじゃないの？投与していきましょう。で、ワポリオになってもらいましょう。駅橋周辺に属か。これを。で、画像がレベル4と。で、こちらにいる軍でこちらまで行きましょう。任せてくれ。で、この約8000の部隊を倒していきましょう。で、陳留に入った部隊で倉庫さん、おう、ここに。そしたら序章中に入れるか一旦、うん、いや、うん、とりあえず牧羊入れよう。わかり申した。で、決算イベント演習制覇、これでさらに1000アップですね。馬長が攻め込んでるけど、さすがに勝てないだろこれは。で、円に向かって劉備軍が攻め込んでると。やばいな、劉備強いな。では進めていきましょう。あとは宗信たちを倒せるかどうかですね。あー、長領混乱しながらも強いな。こちらに。さーて、それでは宗信を倒せるかだけ見ていきましょう。さすがに倒せますよね、これであれば。攻め立てろ。いやー、忠誠が80代なのになかなか仲間になってくれないな。よし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 。ダメですね、逃げられたなこれは。で、勝敗。平原が中規模ようやくですね。それでは次、落葉を落とすために陳留から出撃いたしましょう。各隈と、あとは勝者使える各将さんで、あと眼光の伝与柿さん、あと王朝さんも使えるんだ。じゃあ参加させていただ参加していただきましょう。で、これでいいかな。で、不等福都合か、勝者、正者、連動豪華で、王朝隊が戦車と。これでいいでしょう。で、各隈がこのように進軍。しまった、変な風になってしまった。もう一回やり直そう。各隈がこちらで進軍、各将は兵器隊でここに進軍で、伝与、火器、王朝は北から出て伝与の邪魔しないように進軍しながら
ここに夫人と。こんなもんでいいでしょう。出陣する。で8500と兵力が減るので輸送で、まあ総司さんでいいでしょう。3万輸送出しておきましょう。では参ります。さてこれで総比がどう動く見ていきましょう。巨匠は動けないよな。今円に向かって無謀な攻撃してますからね。でこちら宗心がなぜかタイミングよく攻撃してきてくれてるな。報告がいかがだったでしょうか。いやー陳留なんとか落とすことに成功しました。もう加工党や長領、そしてまた長領や宗心が来た時にはね、果たして本当に落ちるのかどうかちょっとねドキドキしましたが、まあなんとか落とすことに成功いたしました。そして今度は洛陽制覇に向けて古老館に向かって進軍をいたしております。それでは今回はこれで終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。